軟弱。歯応えのない相手だったな。今日のシミュレーション訓練はこんなところか。巨大エネミーというから楽しみにしていたが、小型もいいところだ。話にならん。できれば本領事の私より大きいエネミーに出てきてほしかったのですが。あなたもマスター、前に出すぎず、それでいてサーバントから離れず、背中を安心して任せられる戦いはとても気持ちのいいものです。ところで突然だがマスター、明日ないし明後日の予定はどうなっている？空いているか？空いているのだな。では部屋で待っているがいい。知っているぞ、バレンタインデーだろ。妖精国でもよく耳にした言葉だ。日頃の感謝をチョコレートに込めて伝えるのだとかなんとか。反人類史らしい遠回…いや、ささやかで細やかな行事だ。無論だ、妖精騎士は礼節にも長けているからな。楽しみにしているがいい。お前が抱く期待以上のものを用意しよう。などと言ったものの、どうしましょう。私にはバレンタインが分かりません。確かにモルガン陛下のお手伝いでチョコレートの歴史は学びました。ロクナレアのチョコレートがその製造過程においてインチキをしていたのも確認しました。ですがそれはあくまでチョコレートの話。どうなっているのです、反人類史は。何年も続いた祭りなのでしょう。なのになぜバレンタインの必勝法はマニュアル化されていないのです。堅苦しい礼儀作法が必要なイベントじゃないからじゃない。それよりバゲコおかわり。このカレー風味のチキン美味しいね。そしてなぜやってくるなり食事を要求してくるのでしょう、この娘は。予言の子、私は真剣ですの。冷やかしなら帰っていただきますが、風の便りではあなたはマブマッチの勝者、チョコの女王さえ一目置くチョコ作りの達人と聞きました。はあ、あなたのような庶民に個人的な悩みを打ち明けるのは屈辱ですが、これも確実な勝利の、いえ思い出に残るバレンタインのため、どうかご教示いただけますか先生。デザイン A、 美味しさ A、 独創性 A、 そんな究極のチョコレートの作り方を。あーはいはい、チョコ作り、チョコ作りね。いいでしょう、チョコマイスターとして相談に乗ります。それでどんな状況なわけ？究極のチョコなんて穏やかじゃないけど。それは、え、バレンタインのバの字も知らなかったのに。仕方ないでしょう、妖精騎士の矜持というものがあるのです。はあ、楽しみにしているがいい。お前が抱く期待以上のものを用意しよう。そこまで言ってノーアイディアとか、頭オーロラなのかな。あの時はそれなりに自信があったのです。そこまで考え出しだったわけでは。でしょうね、そこはちょっとわかる。私も自分で作るまでチョコなんて簡単って思ってたし。でも大切な人に贈るもの、記念になるようなものとなると違うよね。今の自分にできるマックスを見せなきゃってそう思ったんでしょ。はい、他人のものと比べるような愚は犯しませんが、
特別な一日であるのなら、誰よりも特別な品を贈る。そういう気持ちが私にもないでもないのですけど、私の得意分野は肉料理、チョコに関しては素人も同然です。基本は覚えましたが、ここから独創的かつ最高品質のチョコレートを作るというのは。え、普通にチョコ作れるの？なら話は簡単じゃない？基本ができるなら自分の強みを生かせばいいだけだし。その鼻持ちならないでく、いえ、溢れるパワーを使わないではないでしょ。予言の子、お前は何を言って。いいから任せて。ここはやっぱりマーリン魔術の出番ですね。マスター、私バーゲストです。入室してよろしいかしら。それでは少し驚かせてしまうかもですが、大型彫刻でも包んでいるかのような梱包ですが、ご安心を。ただのチョコレートです。本当は屋敷でディナーを共にした後にとも思いましたが、それは趣旨が違うのだとか。バゲコの場合、うちに招いたら相手がプレゼントになっちゃうじゃん。確かに、自分を律してきた私もチョコレートの甘さで鎖が外れるかもですし、ここは自重して手渡しにとどめることにしたのです。このカルデアに召喚されたこと、私のような危険な妖精を信頼してくれていること、言葉では一年かけても表せない感謝と友愛を私なりに込めたつもりです。小さな人間であるあなたには重すぎるものかもしれませんが、受け取ってくださいますか。では私はここで長居したいところですが、今日のところはその笑顔で十分です。バレンタインはあくまでイベント、日常や将来を変えるものではありません。決定では叱るべき場所で確実に行うもの。そうでしょ、マスター。それではごきげんよう。明日またひと回り成長した姿で会いましょう。